どうも、バンです。ですね、Amazon 1000円グライダーですね、もうあっさりできました。もう作るの2回目なんでね、まあ、手慣れたもんです。で、前回からの変更点はですね、まあ、いくつかあって、まずですね、モーターマウント、ちょっとだけね、組み方変えました。この横のハス替えのステー、これ後ろ側にしました。これはなぜかって言ったらですね、ちょっとでも重心を前にしようということですね。モーターがですね、まあ、ここにあるんですけども、まあ、重心の位置が高いのはもうどうしようもないんですけれども、全体的にね、Amazon 1000円グライダーですけれども、まあ、とりあえず1000円グライダーバージョン1はですね、ちょっとですね、モーターが後ろにあったと思います。ちょっとこの辺だったと思います。なぜかって言ったら、このハス替えが前になってたからですね。で、このモーターの分の厚みがあるじゃないですか。なので、こっちに行くということを考えたら、ハス替えがこっちでもいいかなというふうに思って、ギリギリのところでね、こんな風にして、ハス替えを、まあ、構成してやればですね、まあ十分強度と、それからちょっともモーターを前に持っていくということがね、両立できるかなというふうに思いました。で、まあ何はともあれこの1000円グライダーの一番の難点は重心が高いことなんですね。なるべくモーターを下げなければならないということで、クリアランスは指1本入らない程度ですね。1センチ弱ぐらいに8ミリ、9ミリぐらいになったと思います。前回よりもね、3、4ミリは低く落とせてるかと思います。どうやってそういうことを実現したかというと、全体的にまあ落としたっていうのもあるんですけども、あと、ここですね、この、まあ、枠組みをですね、ちょっとだけこの胴体にめり込ませてみました。5ミリほどですけどもね。まあ、こうすることによって、牽引した時の荷重がね、しっかりと胴体にね、伝わってくれるんじゃないかなというふうに思ったわけですね。まだね、テストフライトはしてないんで、この矢倉ですね、これはまだ胴体にね、仮止めの状態です。グラステープでね、つけてるだけですね。でも溝まで掘ったんで、まあこの位置で、まあ、行くしかないかなといったところではありますけれどもね。それからね、サーボのリンケージなんですけれども、垂直尾翼と水平尾翼混乱してみました。でね、ってとこですね。やっては見たもののちょっと後悔してるんですよ。左右対称のサーボ配置をというふうに思ったんですけども、こんなことしたらですね、ここの強度がだだ下がりになるじゃないですか。ここでポキって折れてしまうやん、こんなことしたらね。まあ、当初の設計思想としてはですね、このサーボの箱ですね、プラスチックの箱、これ結構強度があるんで、これの強度と、この胴体の強度を一体にして強度を持たせようというふうに思ったんですけども、よく考えてみたらですね、これね、サーボの、メンテナンスをするとき、つまりサーボを交換するときにですね、グルーガンでもしこのね、胴体に接着したら、グルーガンを外すときにですね、大変なことになるわけですよ。なので、やっぱり、この手の EPP 素材の胴体にサーボを、まあ、こういうふうに埋めるときはですね、グルーガンで接着するのはね、得策じゃないですね。まあ、それも、ありっちゃありですけども、メンテナンスするときに、この辺がゴボッと、ろくでもないことになって、ね、外すしかないというような状況になってしまって、よろしくないですよね。なので、これはめてるだけです。で、はめてるだけ、はめて、で、グラステープでね、上から、テープで貼ってるんですね。こんな感じですね。で、グラステープで、こう、縦と横を、3面、ここの面とここの面とここの面を補強してるんですけども、この上の方はね、ちょっと空いたりするじゃないですか。なので、やっぱり強度的にはね、だいぶ下がってると思います。なので、ちょっと上の方、この上の方もね、もうちょっとグラステープで補強した方がいいですね。ちょっとそういうことはやろうと思うんですけども。で、相変わらず、このエレベーターのね、リンケージはこんな風にしてみました。
ちょっとね、動かしてみますと、こんな感じですね。こんな感じですね。エレベーター、ラダー。で、エルロンはこんな感じですね。スロットルですね。はい、ちょっとスロットルも全開してみましょうか。ね、モーターですけども、A2212 の 5T か 5T の 2450kV にしました。 kV 値だいぶね上げてみました。これはですね、5号機のモーターがですね 4000kV のね、ちっちゃいモーターなんですよ。なのでプッシャー機の場合はですね、kV 値上げてもいいんじゃないかなっていう風なね、そういうようなヒントがありましたんで、そうしてみました。はい、あとはね、だいたい一緒かな。あ、ジャイロなんですけども、ジャイロはね、結局ビガールにしました。なんでか言うたらですね、将来的に、フラップをね、つけるかもしれないなっていうことですね。フラップをつけるとなると、ビガールの方がね、チャンネルが開くんで、まあその方がいいかなということですね。で、カメラマウントはもう前と一緒ですね。もうちょっとこうせざるを得ないと。ビニールテープでね、運用するしかないかなと。こうやっとかないと、万が一ね、墜落した時にカメラがぶっ飛んでいったらね、大変なことになりますんでね。これはもうしょうがない。テープでカメラがぶっ飛んでいかない保険はね、必要かなと言ったところですね。はい。というわけで、明日テストフライトする予定です。参考になれば幸いです。ではでは。